フランスの読本くるみ水野洋集。11月になった。空が白く光っている。もやと木の枝のつららと風で夜だ。人は路端でくるみを割る支度をする。いつも同じ音をさせる金槌の下でくるみの殻が割れる。子供もやってみる。そして自分で指をぶってびっくりする。集まりの森上がった中では栗がはじける音して焼ける。犬はそこらをうろつく狼を見て吠え、風が音を立てて通ってゆく。あ、ミリエン。